は、もう格差社会は何とかしなくちゃ。笑って言うんじゃねえってんだよ。てめえらはその格差社会の頂点に立ってる金持ちばっかりだろ、あいつら。そんなのがさ、いや、この格差社会は何とかしなくちゃ。言ったって俺たちに伝わってこないだろ、みんな。そうだろ、みんな。そうだ。出すんだったら格差社会の底辺に甘んじて生活に困窮してる、この朝に昇るの使いてろ。そうだな、昇ちゃんがいるんだから大変なんだね。みんなが真剣に考えたら、みんな。そうだろ、みんな。そうだ。ただ俺の肩書きはコメンテーターじゃない。困ってんだ。今日のゲスト困ってんだよ、朝に昇るさんです。これ使えるな、みんな。いやそうだろ、みんな。なんだんだの自動販売ありがとうございましたなんて機械言わなくてもいいよな、みんなな。本当に感謝の気持ちなんだろ。頭下げてみろってんだよ。絶対無理だよ、絶対無理だよ。思わないの取り出してるじゃん。なんであんなに下についてんの。すごい下にあるじゃん。だからいつも機械がありがとうございましたって言ってる間に品物取るために頭下げてんの俺の方じゃねえかよ。だから俺はこの前のぎっくり腰になってしまったじゃん。それもさ、健康ドリンク取ろうとしてぎっくり腰。健康ドリンクでなんで不健康な体にならなくちゃいけない。そうだろ、みんな。まだ早いです。そうだろ、みんな。その反対に声を出していいのはカーナビだ、カーナビね。エンジンかけるとさ、今日は2月21日日曜日、春の10周年記念の日ですって。こんなにしてるのか。300センチメーター先、右方向です。まもなく右方向です。ピンポン。ちゃんと右に回るとさ、ピンポンって正解音出してくれるじゃん。5キロ以上道ないんです。もう快適なドライブだよな。それが突然だよ。まもなく目的地周辺です。音声案内を終了しました。急に冷たくなるんだよ。それも俺ものすごい方向地を今日東京都県に来た。どれだけ迷ったか。中途半端に手伝いで責任持って目的地まで連れてきたの。そうだろ、みんな。言わなきゃ。そうだ、まあ、本当に便利な時代になったけど。そうだろ、みんな。これはいらないってのたくさんだな。俺は思うのはさ、自動で上がるトイレの蓋。トイレの蓋ぐらい自分で上げれるってな。今でこそね、ホテルとかいろんなところであれ設置されてる。俺初めて見たときにびっくりしたよ。中に人がいるんじゃねえか。それもね、俺ね、お寺のトイレで初めて見たんだよ。お寺のトイレ入ったの。こういうやな。どうあるんだよ。俺びっくりしたさ。何もしないでトイレからポーンと飛び出したからね。これが本当のびっくりポイや。朝ドラを見てる人は分かるから。トイレを蓋なんか自動で上げなくて、上げるんだったら職